えっと、ほえほい。んで、えっと、こう、ひろゆきは、それは、こう、うん。まあ、ゲームかな、こう。んで、猫、猫強い。貯金、貯金強い。貯金。ああ、貯金強いな。そりゃそうや。ああ、でか、お貯金やな。 なるほどね。今猫飼ってたらちょっと違うかもしれんけど。ああ、なるほど。え、貯金好きってどういうことその、まあ、金が好きやな。貯金、お金が、いや、金が好きで金が好きやな。貯金残高が増えていくのが好きってことまあまあ、その、なんか数が増えていくのが楽しいなっていうのは。あその、なんか、ある種スコアアタック的なことは。あ、そう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 。ああ、金が好きなわけじゃないんですけど。でも、これは好きやな。いや、俺は好きだって言ってるけど。すべて、まあ、杉江さんはそうでしたけど。 金が好きや。もっともっともっと欲しい。一枚 <laughs> が好きや。<laughs> きや <laughs> じゃあ、俺、あ、ハチ、あのー、さんいります俺ある貯金ってさ、<ー>その生活できる額はもちろん残すんでしょ残して上の貯金ってことね <laughs>、まあ。貯金って行為自体が好きかってことじゃない <laughs> あ、そうそう。お金貯めるのが好きかっていうことです。お金が好きというよりは。 タピオカ、今後一生飲むことないと思うから、まあ、ひろゆきの方が辛うじてます。なるほどね。よかったな。いちごタルトも多分五5年に1回ぐらいしか食べないから、こうだな。で、まあ、ゲームは当然として。いちごタルト、美味しいけどな。で、ひろゆきと猫はもう勝負になる。ない。勝負にならない。あれ一方的な戦いで。 貯金してゲーム買ううからねどが先だって猫とゲーム迷うけどゲームですよね当然それはゲーム一すげえんかでもゲームと猫が残るのすごいななんかオタクって感じだな聞くけどさみんなさ1万円と1万円分のゲームがあったら1万円分のゲーム取るの それはゲームのタイトルにもよるかな。<laughs> まあそうだな。何のゲームかにもよるかな。1万円分の <laughs> 自分の欲しいゲームと 1>, し、うん、1万円札落ちてたら欲しいゲーム選ぶよ。だって欲しいもん、やりたいもん。うんあとそのまま1万円。<laughs> 何や<そ>れ <laughs> 寝踏みしてる。